皆様、こんばんは。2月2日、今晩の相場展望チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのがドル円の時間足なのですが、昨日の夜に、米債の利回り低下もありまして、145円の90銭まで、突っ込んだ相場でございまして、チャートの形が非常に悪いという形になりました。ちょっと日足に変えてみたいと思います。ちょっと拡大をします。このように、一回ここでヘッド&ショルダーができて、急落したものが実はここでリバーサルヘッド&ショルダーができて、もう一回148円台戻ってまいりました。これで私もちょっとブルになって、もしかするとウィークかなというふうに思ったんですが、これが1月31日に急落をし、ボリンジャーバンドのセンターラインを割り、日足の雲の上限を一瞬突破と。で、昨日が結果的には21日線をクローズレベルで割り込み、日足の雲をさらに突破、146円が割れたと。この日足のチャートの形を見るとやっぱり非常に悪いんですね。で私の方も今日は突っ込み売りはしないけれども、5丸の戻り売りといった形でドル円は売りで考えました。ところがこれもう一回日足から5分、時間足に戻します。結果的には、朝方、このあたりですね。一回下で、下値こう押し込んでも、146円の243までで、2丸も割れず、その後30、40の売りを、戻り売りをやった人間が今ちょうど切らされて、146円の高値が、こちらが686まで、ビットベース上がってきております。今晩の雇用統計前に、もしショートのポジションを持っていたら、ちょっと軽くしたいと。いうポジション調整の買いが出ているものというふうに思われます。自分でもですね、今日売ってみて感触悪いからすぐにやめたんですけど、あと途中クロス円も、含めて全部今日は買いで夕方から回していました。やはりちょっとショートが捕まってるなという感じが非常に強くなりましたので、今晩の雇用統計、どういった数字になるかという問題ございますけど、マーケットがですね、ちょっと昨日売ってしまった分だけちょっとショートに傾いているので、ポジション調整の買いは強そうです。で、実際予想通りの数字が出るのか、予想より低いのか、もしくは好調な数字なのか、低い数字が出ればそれはやはり利下げのですね、前倒し観測が強くなってくる。パウエル議長が3月中にはやらないだろうというふうに言ってましても、それでもマーケットでかなりのまだ3割ぐらいの、利下げを織り込む人間がおります。というのは今後、やはり、例えばアメリカの地銀の、例えばその金融不安であるとか、あとはその景気の鈍化であるとか、そういったものが出てくると、どうしても前倒しに今からでもなっていくんではないのかというふうに、考えている節があるからです。従いまして、数字が悪ければ、素直にドル売り、数字が良ければ今度は利下げ前倒しが遠のくという意味合いでの買い戻しが出てくる可能性が高いかなというふうに判断をしております。今日の雇用統計次第ではありますが、今晩雇用統計、遠藤さんと2人で、ライブをやっていきたいと思いますので、ぜひとも少しでも多くの方にですね、ご参加をいただければというふうに思います。で、ドル円に関しては、差し値はいたしませんが、もし下がったら買ってみようかなという水準が、146円の、私イメージしたのはね、15銭ぐらいですね。で、145の80にストップを置いて、利食いを146の80でイメージをいたしました。差し値は起きませんけれども。次に、ユーロドルです。ユーロドルは、これもこれだけショートが溜まっているところへ持ってきて、思いっきり上に持ち上げられたので、またショート捕まっていると思います。したがって、1.08 の30で、買いから。1.08 ちょうどでストップを。そして 1.09 の20で利食いを、イメージをしてみたいと思います。ユーロ円です。
本日朝方作った売買方針は黒線も全部戻り売りにしてたんですけど、今はですね、明らかにやっぱりショート捕まってることがはっきりしてきたので、これは押し目買いに切り替えたいと思います。こちらの159円ちょうどで買いを、158円のもう70ですね、70ストップで、そして159円のイメージ的には159円の90でプロフィットテイクを、ポンド円も同様です。まず先にじゃあポンドドル見ましょう。ポンドドルもやっぱりずっとショートがこうできているところへ持ってきて、いきなりこれ上に託られてるんで、ショートが逃げ切れてない分があると思いますので、1.27 の、まあ、こちらの方15で買いを、1.26 の80でストップを、そして、1.27 のそうですね、1.28 の手前ぐらいですね、 1.2795 でリグイをイメージをします。ポンド円です。ポンド円も186の、こちらの方は50で買いを、186のこれですね、15ですね、186の15ストップで、そして187の55リグ入れ、オージーです。オージーもこれショート捕まってると思うので、やはりここは 0.65 の60で買いを、 0.65 の30でストップを、ロング利食いを 0.66、 ミドルの手前ぐらいなんですけどね、 0.6635 で利食いをイメージしたいと思います。OG 円です。OG 円もやっぱり、推しを買う96円の20で買いを、95円の90ストップで、そして、97円の手前ですね、96円の90でプロフィットテイクを、ニュージードルです。ニュージーも押し目買いで 0.61 の10で、 0.60 の75で損切りを、 0.61 の80でリグイをイメージしてみたいです。ニュージー円は89円のこちらの方が75銭、89の75を買いで、89の45ですかね、ストップ、地球の45ストップで、90円のリグイ40で見てみたいと思います。
ドル円なんとか上値がここで止まりましたが、といってあんまり急落する感じには見えません。スキャルピングやるんであれば146円のミドル50の手前を買うか、まあ、ストップロス45ぐらいに置いてですね。この50台前半は一回スキャルピングで見れば買えそうな水準かなという気はいたししております。まあ、こういう時計で、果たして利下げの前倒しになるのか、それとも数字が好調で、利下げ前倒しがこう後ずれるのか、まあ、今後のですね、相場を占うに関して非常に重要な数字が出てまいります。ぜひともご一緒にライブを見ながら、ぜひ相場の方をおやりいただけたらありがたいです。それでは皆様、良い週末をお過ごしください。それではライブでお会いいたしましょう。それでは失礼します。